ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？はい、今日は Linux Mint をインストールした後にするべきことのいくつかをご紹介していきたいと思います。今流れているのは前回やった日本語入力の設定ですね。そうですね、日本語入力の設定は前回やったので、そこから後の設定をやっていきたいと思います。どんなことをするのか楽しみです。早く知りたいですね。それでは早速始めたいと思います。なお、日本語入力の設定については恐れ入りますが、前回の動画をご参照ください。まずは YouTuber の方には必須の Google Chrome をインストールしていきたいと思います。インターネットからでもできますが、手間がかかるので今回はコマンドラインからやっていきたいと思います。コントロール Alt T キーを同時に押してコマンドラインのウィンドウを開きます。 Chrome のダウンロード用コマンドを入力して Enter キーを押します。コマンドは画面をご参照ください。ダウンロードしているようですね。ダウンロードが終わったようです。インストール用コマンドを入力してエンターキーを押します。パスワードが必要なようです。パスワードを入力してエンターキーを押します。インストールが始まったようです。何かメッセージが出ていますが、インストールは終わったようです。Chrome を起動してみましょう。スタートメニューからインターネットと進んで Google Chrome がありますね。クリックします。ログインキーリングの解除が必要なようです。パスワードを入力します。メッセージが出ました。これはこのまま OK をクリックすることにします。Chrome のログイン画面が出ました。ログインをクリックしてみます。アカウントの入力ですね。入力してもいいのですが、今はやめておきます。左上の矢印で一つ戻ります。ログインしないをクリックします。これは今はしないでおきます。理解したをクリックします。全画面にして何か検索してみようかと思ったのですが、適当なものが思い浮かばないのでまたにします。次はアップデートのダウンロード先の設定をします。メニューからシステム管理、ソフトウェアソースと進み、ソフトウェアソースをクリックします。ここはパスワードの入力が必要なようです。パスワードを入力します。ソフトウェアソースの設定ウィンドウが開きました。まずメインのミラーサイトを設定します。メインの枠内をクリックしてダウンリストの中からスピードの速い上の方の日本のサイトを選択して適用をクリックします。次にベースの枠内をクリックしてダウンリストの中から同じく上の方の日本のサイトを選択して適用をクリックします。右下にある黄緑色のここをクリックして
APT キャッシュを更新しますの部分をクリックして設定完了です。どちらも設定ができていますね。ウィンドウを閉じます。設定が終わったので一度更新をしておきます。コントロールオルト T キーを押してコマンドラインのウィンドウを開きます。アップデート用のコマンドを入力してエンターキーを押します。ここもパスワードが必要なようです。パスワードを入力してエンターキーを押します。アップデートをダウンロードしているようですね。ここでアップデートのコマンドを入力してエンターキーを押します。次々とアップデートされているようですね。アップデートが終わったようです。ウィンドウを閉じます。ここからはファイアウォールの設定をしていきます。スタートメニューから設定に進み、サブメニューを下に行ってファイアウォール設定をクリックします。パスワードを入力して認証するをクリックします。ファイアウォールの設定ウィンドウが開きました。プロファイルは自宅でいいでしょう。ステータスはオンにしないとファイアウォールが機能しません。インカミングは出ないでいいでしょう。アウトゴーイングはアローにしておかないとネットにつながりません。ダウンリストからアローを選択します。あとは触らなくてもいいと思います。これで設定完了です。閉じます。ここからは Linux Mint で Windows アプリを動作させるためのソフトワインをインストールしていきます。コントロールオルト T キーを押してコマンドラインのウィンドウを開きます。画像のようにコマンドを入力してエンターキーを押します。パスワードを入力してエンターキーを押します。インストールが始まりました。これはたくさんあります。少し時間がかかりそうですね。どんどん進んでいますね。終わったようですね。ウィンドウを閉じます。スタートメニューから見てみましょう。メニューにワインのアイコンができていますね。インストールは終了です。今は Windows アプリを動作させる予定がないので、そのままにしておきます。次はモニタリングツールのハードインフォをインストールしていきます。コマンドラインのウィンドウを開き、ハードインフォのインストール用コマンドを入力してエンターキーを押します。パスワードを入力してエンターキーを押します。終わりました。これは早かったですね。ウィンドウを閉じます。スタートメニューからシステム管理と進み、サブメニューの
システムプロファイラーをクリックして開きます。システムインフォメーションが表示されました。上から順番に OS が Linux Mint 22、 CPU が Core i3-4170、 RAM が 8KIB と表示されていますね。あとマザーボード、グラフィックス、ストレージ、プリンターなども表示されています。それからもう一つ CPUX もインストールしておきます。コマンドラインのウィンドウを開きます。CPUX のインストール用コマンドを入力してエンターキーを押します。sudo apt install cpux と入力してエンターキーを押します。パスワードを入力してエンターキーを押します。追加で 4105KB のディスク容量が消費されるので続行するかと聞いてきています。 Y でエンターキーを押します。インストールが終わったようですね。ウィンドウを閉じます。 CPUX を起動してみます。スタートメニューからすべてのアプリケーションと進み CPUX をクリックします。CPUX が起動しました。CPU の情報が詳しく表示されていますね。システムの情報やマザーボード、キャッシュ等の情報も表示されます。CPUX を閉じます。最後に世界のテレビが見られるアプリヒプノティクスをご紹介しておきましょう。スタートメニューからサウンドとビデオに進みサブメニューのヒプノティクスをクリックします。起動しました。テレビの画像をクリックすると各国のチャンネルが表示されます。見やすいようにウィンドウを最大化します。ほぼ中央にあるジャパンをクリックしてみます。左側にチャンネルが表示されています。日テレをクリックしてみます。表示されました。画像は綺麗です。その下の日テレニュース24もクリックしてみます。その下の TV 朝日もクリックします。日本のテレビはおおむね映るようです。閉じます。近いところで韓国も試してみます。この辺は映らないですね。 EBS1、 ここが映りました。EBS2、 ここも映ります。 KBC テレビ、ここが映りますね。もっといろいろな国のチャンネルを試したいところですが、相当時間がかかりそうなので、今はやめておきます。ヒ
ヒプノティクスを閉じます。今日はリラックスミントをインストールした後の設定をご紹介させていただきました。まだ他にもあるとは思いますが、これで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。